今週気づいたこと。まあ、っていうか、もうたった今は気づいたことなんですけど、なんか生放送直前なのになんかテンション上がんないなっていう。あんまこう、これと言って喋るべきこともないな、今日は、なんつって。じゃあ毎週喋ってることが喋るべきことなのかどうか <laughs> まあわかりませんけども、なんかああ、これと言って今週なんもしなかったな、なんていう感じで、 10分前ぐらいスタジオ入ってたんですよ。で、えっと、これテンション上げるために久しぶりにスっパだかでやろうかと思って。おいで、一旦こう、ズボン脱いで、で上半身スっパだかになったとこで、意外に寒いなって <laughs> なって。でさ、あの、ケーキ漬けに脱ぐじゃん。あこれトーン落ちてきますから。 エコーも多分切った方が <laughs>。むしろエコーがかかってることが虚しくなりますから。あのー、ケーキ漬けにパーって脱い、脱いだのを切るとき。<laughs> <laughs> あのー、別にス、スタッフに向かって今日は僕あんま乗ってませんから、乗るために脱ぎますよとか言うわけじゃないから。おもむろに脱ぎ始めて、で、そのガラスの向こうのそのディレクター、ミキサー、AD も、 愛珠さんテンション上げようとしてんのかな久しぶりにあの人脱いでんなっていう感じで見てたでしょだからそのパンツ一丁になったところで、うわ、意外に寒いなってなって。ほいで、高生の渡辺くんに、スタジオの室温どれぐらいって聞いて。そしたら、その一番、まあ、何度っていう、その細かい調整をするような空調じゃなくて、クールとワームみたいの。ね。だから、涼しいと、 芋虫だっけワームって。<laughs> だより涼しいかより芋虫かのどっちかにこう寄せるやつの中間ぐらいです。なんていうのを言われて、あ、じゃあ、あの、目いっぱいワームの方にしてくれるなんつって。ほいで、その、じゃあパンツもいっちゃおうかなみたいな。で、パンツを脱ぎかけたところで、待てよ、これパンツも脱いで上がんなかった時に、 もう何もすることがないぞって思って、パンツは脱がなくていいかな。いや、脱ごう。ここまで脱いだから、ケツ出て脱、ああ、ってまして、裸のまま。いつもは、まあ、裸になる時は僕専用の椅子に座ってるんですけど、ちょうど先週、先々週、こう、スタジオ工事みたいなのがあって、 このスタジオじゃないスタジオか実はやってたんですよ。で、久しぶりにいつものスタジオに戻ってきて、俺、あの、いつもの椅子なのかどうかを確認しないままだったから、あ確認しないまま、生ケツで座っちゃうと他の、<laughs> もうこういうこと考えちゃうともうダメじゃんほ。じゃあ、やっぱパンツ履こうかなってやってる時にガラスに映った己のその、パンツを脱ぎかけて迷ってる、こう、姿の超テンション落ちる感じと、で、結果今、 スパンツ履いてシャツを着直してかといってズボンまで履いちゃうのもななんて思ってるうち番組始まっちゃったから <laughs> こんな感じ <laughs> ねそうこんな感じです、えー、月曜ジャンクイ順位光る深夜のバカ時間 早く脱ぎすぎたのかな何だろうそれいたい時報34分前ぐらい結局結局中途半端に来て、えー、いつもの感じで探り探り始めようかってなったのがまあ、直前ならアイソン彗星状態ですよね <laughs> さあピークだと思ったらなくなっちゃったでしょ ないない,ない,ない,ないああそこかみたいなそういう服、ね、でやつでしょだってあのさ亡くなったアイソン彗星をいよいよみんなで見るぞすげえことになるぞってなった途端にさびっくりしたろうねそういう天文の人とか一応こうなんかニコ生みたいなネットで中継しようとかやってたでしょすごい盛り上がったよねほいでいざちょっと場所確認しとこうかななんて あ,あれってなるけど最初すぐにないってなんのかないや俺らが聞かされてた感じっていう俺らのその天文に関する知識とかミヤネ屋程度じゃん大体こうミヤネ屋でちょっと触ったぐらいのやつがあの俺が聞いたところによるとさっていうレベルの話じゃんかだとそんななくなるかもっていう話なんか全然してないよねあ予想 少ななくともそそのミヤネ屋レベルではうういう話じゃなかったよ俺、ね、天文の細かい知識だとああいうもんがどれぐらいなくなるのとかあったか知んないけども全然そんなこと思わないからさだから俺の想像するあの時のそのえっ、ー、とすごいでっかいその望遠鏡を覗いてるような人の反応っていうのはあれえ誰か触ったねだ <laughs> 本番前にこれ触ったこれダメだよいや ちょっと触れただけでも宇宙単位ではガーッてなっからもうバカ、うん、触ってないのね触ってないのそれ今なら怒んない今なら怒んない触ってはいないちょっと待って他の天体のあれ他の天体あってんな <laughs> わな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 ないよないよなっつって <laughs> ないよっていう感じの騒ぎなのかねね あの皮肉なもんだなと思ったのはそのことを知った後に俺ちょっと夜バッティングセンター池袋のバッティングセンターが週末朝までやってあ何曜日多分金曜の夜とか金曜のそのいい時間帯にそのニュースが来てで金曜の夜俺えっとバッティングセンター池袋のバッティングセンター夜中行ってでなんとなく空見ながら確かアイソンってなくなっちゃったらしいねみたいな。 亡くなったかなっていうぐらいのニュースだったと思うので亡くなった亡くなくったってどういうことなんだろうと思いながら今度、大塚に24時間の本屋さんがあってその夜中バッティングセンター行った後その本屋さんに行ってっていうコースなんだけど本屋さんに行ったらニュートンの「あのニュートン」って科学雑誌の特別緊急増刊アイソン彗星が来たみたいなやつがあって <laughs> <laughs> うわまさか。だからニュートン 読んでないか読んだら書いたのかしんないけどあの感じではとてもじゃないけど来ないなんていうことはありえない感じだったから相当困ったろうなって思いながらね、まあ、探り探りしゃべってみましたよね <laughs> 探り探りこんなことをしゃべって無理やり自分の,その直前のこうテンションの上がらなさみたいのを。 ジジネタのアイソン彗星につなげてみるっていう、ベテランならではの感じをやってみましたけれども、<laughs> なん、なんかこう引き分けな感じになっちゃいましたよね。え <laughs> 一曲目、森高千里ウィズカーネーションで夜の煙突。なんかコンビニもさ、あの、金刊日食の時の夢再びっていう感じでさ、うちの近所のコンビニはアイソンコーナーみたいなのあってさ、 なんか、双眼鏡とか、あとちょっと、天体図みたいなやつとか、置いて、まあ、双眼鏡で見えるのかどうか知らないけど、あったよ。で、いて、どうもなくなったらしいみたいなので、バタバタバタっつって、どうしようみたいな。どうし、どうすんのあの、双眼鏡はだからもう、忘年会シーズンに、熊田正志くんの、あの、こう、客席をずっと見て撮ると、目がパッチ,パチリしたシールが貼ってあるのに、今、作り変える作業を、今、一生懸命やることで、なんとか、 在庫を、やっぱりありましたみたいになるから、やっぱりありましたの時にもう作り替えちゃってるから、みんなアイソン見た人とか目パッチンになったりとか、まあね、しちゃったりとか。で、番組始まる前に、あのー、ことのほか疲れちゃったっていうか、ね、あのね。 番組宛にこう普通のお便りとかいろいろいただいて、で、と、それは、あの、僕の場合メールとかでは受け付けてなくて、いわゆる封書とか、え、もしくははがきで送っていただいた普通のお便りは、お金まで出してそうやって書いてくださってるんだから、多少耳の痛いことでも聞くし、ましてやお金出した上にお褒めの言葉をいただいたりとかしてると、それはテンション上がるわけですけど、まあそういうのを番組前に見てるんですけど、ういでちょっとこう、小包みで、 その、お誕生日、ちょっと送りましたけど、お誕生日プレゼントみたいな、匿名希望の人が送ってくれて、それがね、えー、っと、トランスフォーマー、トランスフォーマーの、まあ、おもちゃなんだよね。それで えー、パッケージの段階では車、スーパーカーみたいな、真っ赤なスーパーカーみたいなのが入ってて、で、どうやらそれがかなり精密にトランスフォームするっていう感じのおもちゃで、文面によると僕が、えー、っと、デブフィギュアを集めてるっていうのをラジオで聞いたから、そのトランスフォーマーの中でもそういうちょっとこう、太い、デブっぽくなるそのキャラクターのおもちゃを見つけたので送りますなんて書いてくださって、ありがとうございます。それで、5歳、 5歳以上向けみたいなこと,と書いてあるから、ちょっと暇つぶしに、あのー、トランスフォームさせてみようかなと思って。で、あ番組始まる2時間とか、結構早めに、今日はこの、その番組の前に、えー、っと、この TBS では金曜日の昼間やってる番組の、えー、収録をしてたから、結構間時間空いてるんで。 まあその時間に本来一生懸命なんかその今日のこう生放送に向けてのきちんとした打ち合わせをすればいいんですけどそういうのともなんか違うなんかまったりとした時間をトランスフォーマーのおもちゃでちょっと遊んでみようかな多分3時間ぐらい時間あったと思うんですよね10時とかひとつは10時前ぐらいにトランスフォームを開始したんですけどこれがびっくりするほど難しいのよ本当に 俺、そういうの絶対、この46歳大人の中では絶対得意な方だと思うの。ね。プラモデルとかも結構きちんと作るし、その、絵も描くし、細かい作業は相当好きですから。5歳以上向けのおもちゃで、で、要はその普通のスーパーカーがロボットの形になるだけなんだけど、これがどうやってもロボットにならないんだよね。で、 後々箱の中を見たらその細かいそのやり方みたいのがあってこれがその順番をほぼ1個も狂わさずに30数工程にわたってやらなきゃいけないのほいでその大体いいあんな変形おもちゃなんてさハマるとか決まってるしさあのー、適当にいじってればさなんかなるもんじゃんだけどかなりギミックがかなり細かい そのものでできてるからなんかボディのこのボンネットを開けて中にあるジョイントを引き出してでえっとさらにはえーっと自動車の時のその後ろのバンパー部分を上にカチッとするまで上げたら中にあるメカを引き出した上で今度一度さっきのパーツを戻して引っ張ってそうするとスライドされるその 中から引き出したパーツの溝が、あのー、上手に他のパーツと、並ぶから、並んだところをレール状にしてうまく引き出すと、みたいのがあるから、一個でも間違えると、秘密の箱根細工みたいなのあるじゃん。<laughs> おじいちゃんの遺言が入ってるらしいんだけど、もう、おじいちゃん以外開け方が全然わかんないんあはああバキ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 なんていう <laughs> ね。それで、その、うわあ 知らない人の歯がいっぱい入ってたよなんつって <laughs> お,おじいちゃんのものでは全然ない歯がすごい子どもの歯だよでおなじみの,あの箱根細工の感じあんじゃんなんか模様を右にずらして左にずらしてみたいなとにかく手を全部引き出しちゃったら最初に「これこのパーツ手っぽいな」なんつって。 その、車で言うと車の底の部分に収納されてる手を先に出しちゃうと、もう、あのー、腰がきちんともう回転してくれないみたいなやつで。で、かなりいい線まで、で、またこれが全部プラスチックの、かなりこう、ちっちゃい部品でできてるわけ。なんか昔の合体ロボなんか2、3パーツ動かせば終わりなんだけど、 何パーツあるんだろう相当数でしかもプラモデルじゃないからそのパーツ自体をバラバラにしちゃうことはできないので変な力を入れると絶対折れるぐらいの細さなわけ <laughs> 俺思うんだけどあれ5歳以上ってなってるけど5歳のお子様でトランスフォームできるやついんのそれぐらいのレベルでで今度もう その説明書と首っ引きで読み始めて、もう一個一個。で、これもまためんどくさい話なんだけど、一旦、あのー、なんだろうな。かなりロボットには近づいたと。かなりロボットには近づいたんだけど、まず最後に首がガチャって出て、その体の中に収納されてる首をきちんと立てることで、人型、完全な人型になるんだけど、その首が、なんかど、どうやってどこにしまうのかわからない、 その、ボンネットの部品に引っかかって、まず首がちょっとしか出てこないのね。<laughs> 要は、何歳から、肩幅の、肩の、ボディのパーツの、肩と肩の間のところに首は埋まってるわけ。埋まってるんだけど、埋まってるのをこう、スライドさせて出すんだけど、それが、なんかその、肩の上のところに乗っかってる、元々ボンネットだった一部が引っかかっちゃってるから、半分ぐらいしか出てこないわけ。だから、それもさ、 なんつったのかなえーと、頭をどんどん、本当にすいませんでしたって頭を下げてて、どんどん下げてって、立ったままね。立ったまま。腰を曲げずに頭を下げ、本当にすいませんでした。つって、おい、正義がない正義がないっつってるうちに、胸に顔がめり込んじゃったみたいな状況。状況え <laughs> <laughs> ねえ。時の状況。<laughs> みたいな。あの時みたいな感じ。まあ、そういう感じで、それ首関節からどんどん頭を下げてって、胸の空洞の中に頭が全部入っちゃってる状況なわけ。 で、そこのパーツが引っかかってるから、なんだろ、う、ギリギリ、目の位置が見えるか見えないかぐらいのとこまで顔が出ても、それ以上顔は出てこないから、正義の味方にしては、ずいぶん、やましいことになるこうって、敵を見つめるにはやましいことの、<laughs> いや、正義、正義の味方ですけど <laughs>、基準はまあ僕の正義なんで、それは別に法律とか。 もうそこうではない,ないですからだからいやいや正義か正義じゃないかって話はもういいですぐらいの感じのなんかすごいその伏せ目がちのとこで止まっちゃうし足も立たないなんかね腰は曲がってるしでなんか最後その胴体の部分をきちんと折りたたんで ちゃんとそのロボットの等身大になるその折りたたむとこの関節がこれ以上行くと折れるのか何かが外れてカチャってその折りたためるのか分からないところで止まってるから変に銅が長いっていう。銅は長いはすごい伏せ目がちだわ。腰が曲がってるわ。一人でなかなか自立しないっていう状況までしかトランスフォームしないわけ。で、それをその説明書に合わせて一工程からやろうと思うと 今度車に戻さなきゃだね。一応はその車の状況からいくんだこの車に戻すのも至難の技で、かなり頑張ったんだけど、どっか完全に事故車のじ、完全に事故車の、ガリバーの査定だったら一発で見破る。これ事故ってますよね。これ絶対事故ってますガ。ガリバーさんだったらば、もう一発でガリバーさんじゃなくても、なんかもう、その継ぎ目継ぎ目がちょっと変な方向を向いてるし、 まあ何よりボンネットから手が出てるし <laughs> その状況でなでんとかこんな感じかなって戻してでその説明書と首っぴきで1えと両方のドアを開けるで2でドア一旦ねじるのねみたいなあのドアが車のドアが普通に開いた状態から今度、ねじるねじ,ねじって跳ねみたいな状況にした上うそのお ボンネットをずらすことができるから3でボンネットをずらしてみたいになっていくるわけ。でもまたさ、俺に言わせればその説明書もすげえ不親切ですごいトランスフォームすんのよ。さすが日本のメーカーが考えたやつだなっていうぐらいすごいトランスフォームすんだけどすごいトランスフォームするがゆえに後半あたりはほぼ人間の形になったやつのそれ一個一個のパーツを動かしていくんだけど最初にえー タイヤホイールを右にねじり、えー、伸ばした状況でタイヤをどうこうしますみたいに書いてる。で、最初はそれでいいじゃん。でもさ、いつの間にかそのタイヤホイールだったやつはくるぶしになっちゃってるわけ。で、その最後の方の説明書でもタイヤホイールをって書かれてももうタイヤホイールだったかどうかわかんないわけ。タイヤホイールの方が丸いからまだいいけど、ボンネットの、えー、部分は2つに割れて、 えー、操縦者が撃つ機銃みたいのの、えー、盾みたいのになるんだけどもうそれなんかなんだかもう分からなくなってるのにいまだに「ボンネット」って書いてるから最後の本だってことなんだか分かんないわけ。で俺が思ったのは トランスフォーマーってさ、アメリカでも流行ってて、当然このおもちゃ、アメリカにも輸出されてるのも、思うのね。俺のイメージのアメリカ人は、こんなの絶対無しっちゃうと思うんだよ、ね。いや、ただ、なんかアメリカに悪く言うなって、アメリカの方は、まあ、その気を悪くするかもしれませんけど、俺の偏ったイメージでは全員無チンってのもありますんで。で、ね、全員ボコチンが向けてるってのもある、あこう言ってこいでお願いしますよ。だってトランスフォーマー作ればいいけど、チン,チン向けんだと俺向いてほしいんですよ。もうトランスフォーマーいいんで。で、その、なんで急にアメリカ人に気を使いつつ込みたのか。 わかりませんけどできないしどんなに頑張ってもだって結果、トランスフォーム仕掛けてダメだから元戻して完全にトランスフォーマーになるまでにやった、やっとトランスフォーマーのロボットのやつになったって言った時にディレクターの池田から番組30分前ですって言われたっていうことは俺、2時間半近くトランスフォームで時間かかってるわけ。 だから5歳のちびっこがまずあれできるかっていうのと、5歳のちびっこなんてさ、絶対さ、俺らの頃で言うと、ああいう可変型のやつは、コンバトラー V とかまあそういうやつ。ゲッターローはアニメが強引すぎて可変できなかったんです。あのー、要はもうほら、アニメの嘘でさ、別段こう、アニメの中では大きさも変わっちゃってたりとかするから。 ゲッターロボはちょっとそのゲッターロボポピニカっていう超合金みたいなゲッターロボのその,の変形前の飛行機みたいなのあったんでそれはゲッターロボにならなくて変形の俺が一番最初に買ってもらったやつまあ友達が買ってもらったの遊ばしてもらったやつも含めるとコンバトラー V なんだけどコンバトラー V とかさそれ合体しながらテーマソング歌ってるぐらいで大体できるわけだけどあのトランスフォーマーって 先森の歌でも出来上がらないわけ。<laughs> ね、<laughs> 親父の一番の中でぜでサダマサジばっかこの子歌ってんのか分かんないけど、<laughs> トランスフォーマーのテーマソング何コーラスあったら終わるんだよっていうぐらいのやつで、でしかもその説明書が細かいせいで、俺わざわざ、それいつも使わない、だって今現在、その進行表とか細かい字のもらいいっぱいあるにもかかわらずめんどくさいから使わない、リーディンググラス、老眼鏡を、 珍しくかけてまで、そのトランスフォームさせて、ヘトヘト <laughs> 軽い気持ちでトランスフォームさせたらヘトヘトなんだけど、ふって気づいたらトランスフォームは出来上がったじゃん。家に持って帰るのには、また車に戻さないと入らないの。その元々のパッケージは、だって車の状況で入ってるパッケージだから。 もうめんどくさいすごい匿名希望ですよなんであんなのくれたんだろうただありがとうありがとうってトークのネタをいただいたからありがとうジャンプ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  ジ,オジャンク一光る深夜のニトでパッケージにさそのトランスフォーマーシリーズみたいのいっぱい出ててさ俺トランスフォーマーのそのあのロボットの人が何人いるのか知んないけどさ相当いっぱいコンボイの人とかもいるでしょバキュームカーの人とかもいるでしょ <laughs> あれお前うんこくせえなーなんてってでいてトランスフォームして車になった時にあなるほどね <laughs> みたいなそういうやつとかあとあのー、田舎の。 あ,のあんまりコンビニとかお店とかがないところにその田舎にいる高齢者のために一年発起して頑張ってやってる移動式の魚屋さんあるじゃん。 車のバンを改造してやってて、ほいで、その、そんなに儲けはないんだけれども、やっぱりその、山あいの、その小さな村のおじいちゃんおばあちゃんたちにも魚を食べてほしいから、なんて一心でやってるやつのトランスフォームするやつ。<laughs> <laughs> その、えーと、人間型になってガシャンガシャンってやった時に脇の下とか締めさとかが挟まったりとかしてるっていうやつとかあるわけじゃん。いろんなシリーズのトランスフォームあると思うんだけど、あんなのさん子供だったらさ、 何台も欲しいじゃん。何台も欲しくてさ、全部、車の状態で集めたところからさ、じあの自分で一人で、その、声色とかをやってさ、あのー、コンボイ隊長みたいな。俺ごめんね、トランスホールは知らないから、漠然と、だけど、 コンボ、コンボ一体長、あの、こうなったら、あいつらをやっつけましょうなんつって、おう、魚やなんつって、ほいで、ねえ、それにしても生臭えな、おめえはなんつって、魚ですか、少年っすみたいなやつ、ちょっと、ちょっと離れててくれる緑のお前はみたいな、その感じの会話をやりたいわけじゃんね。まあ、とにかくトランスフォームだなんつって、で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 ,で、んで、んで,んで、みたいな、ガリバーに査定させたら120万みたいな、感じの歌を、 <laughs> ね、自分で作ったトランスフォーマーの歌を歌う,歌うじゃない,、ね、いでそれで変形させる3台も変形させたらもう1日だと思うよ5歳ぐらいの子がトランスフォーマー体をもう変形させる作業ったらすごいしただなんかねその作った人の名誉のために言っておくと出来はめちゃめちゃいいわけそんな細かい君って でしかも逆に言うと1手順間違っただけでトランスフォームできないぐらい細かいことをやってるのねだけど俺の性格上途中俺の性格途中何回かバキッて行きそうになったから子供なんか絶対行くよねトランスフォーマー儲かるんじゃねえの相当儲かる気がするよあれは。 アメリカ人の子供なんかムシムシやるような気すんだけど、なんか廃車置き場みたいに、廃 <laughs> 車置き場みたいにすぐ <laughs>、なっちゃう気がすんだけどね。トランスフォームトランスフォーム事情を知らないあんちゃんに、一面プリキュアペイントされて、交換にお目目がパッチリ そんなやつもいる。<laughs> まあそんな <laughs> ね、ね。中古車屋さんでアメ車買ったつもりで、で、イタシャにしようと思ってねで。プリキュアをすごいやっちゃったんだけど。<laughs> もう書かれてる最中、もう秘密なんじゃないおそらくあいつもそのトランスフォームできるやつが、ああ、書かれちゃってんなと思うんだけど。でも、もうどうしても緊急の時に、 トランスフォームしたら、股間のところにバッチリ、可愛いお目目が、<laughs> なんか、俺、金玉を見られてるみたいだな、なんていう感じの、<laughs> まあ、そんな、6番です、今ま <laughs> あのー、ニュース見てて、急に思い出しニュース見てて、あのね、高生の渡辺くんとかすごい鉄道マニアで、学生の時も鉄道研究会みたいなところにいたわけですよ。そしたらニュースで、あのー、鉄道模型甲子園みたいな、 その催し物が今年何回目かなありましたみたいなニュースやっててでよくその高生の渡辺くんと話したり、まあ、他の鉄道好きな人と話したりとかすると鉄道マニア向けの漫画とかに「徹子の旅」とか要するに女の子のすげえかわいい鉄道大好きっていう女の子が出てきてそれでなんかそのその子と。 鉄道の話を、さらに鉄道に詳しい鉄道マニアの、まあ、えー、男のキャラが、こう、鉄道知識を交換し合い、し合いつつ、素敵な鉄道ライフを過ごしますみたいな、まあそういうのあるじゃないですか。そんなのは、まあその構成の渡辺くん曰く嘘っぱちだと。あ <laughs> ったことがねえっていう話をよく、その、してて。 で、まあ、その、鉄道がすごい好きなアイドルとかを見ても、その、現役で好きな方いらっしゃると思いますけど、高生の渡辺くんぐらい曲がりに曲がっちゃいますと、そこが一番なんかこう、その、狙い目だと思ったんでしょうみたいな。ね。<laughs> 金脈、まだ誰も手つけてない金脈だと思って掘り始めたんでしょうがよっていう。<laughs> じゃあ嫌いなの嫌いではないですけども、みたいな、<laughs> ね、その感じ。<laughs> だってたんだけど、その、鉄道模型甲子園に女の子が出てる。その、女子校からとか女子高校生が鉄道模型コンクールに出てますよっていう切り口に、そのニュースがなってきて、<laughs> あれ、そういうやついるんだって思いながらも、その、僕は、あ、えー、のー、高生の渡辺くんと、えー、 趣味は鉄道ではないまでも、同じ腐り方をしてますから。<laughs> まあなんか、あんま良くないね。それ一般の鉄道、女子が鉄道好きでもいいじゃないですか。なのになんかちょっとひねくれた感じのね。まあ、実際にあったイベントですからね。僕がどう思ったか。僕がどう思ったかは、どうせブスなんでしょってちょっと思ったんです。干 <laughs> したら出てきた子が結構可愛いんだよ。いや、その本当に、その、 出てきた子が、俺別に、まあ、ピン、なんかこう、その、例えば、AKB とか選挙でトップグループにいるような子ではないにしても、いても、その、大きな集団の中だったり、グループアイドルの中にいても、全然おかしくないぐらい可愛い子が、3人中2人ぐらいいるのよ。その、3人の中で。しかも、そこが、そのなんか、規定のジオラマの大会があるのね1。1メートルかけ1メートルの中に、 えっと、い、いわゆる、プラレールの角に使う部品あんじゃん。90度曲がる。全部で90度、カーブ90度曲がるっていう部品をクリアしたら、それ以外は全部自由っていうやつの優勝なの。だから、生半可なことじゃないの。優勝してて、あれ、俺たちが否定してたやつだっていう、<laughs> その、なんかその、男子の、ある程度インドアな趣味に本気で取り組んでる、 しかも可愛い子がいるっていうで俺からしてみたらこれはすごい鉄道マニアのこの夢みたいなやつだなって思ってでちょっとだけ事情が違ってきたなと思ったのはそのすごいのよその,そのなんかえっ、ー、とジオラマはすごいんだけどその子たちはどっか優秀な学校の地理部みたいなその地理に関する部活をやってて。 ほれで、その、な、な、ほん本来はチリ、チ、チリ、チリソースを乳首の先に塗ると熱いね、なんつって。その部活に、そんなちょっとアイドルっぽい女の子がいるんなら、俺、その部活に入りたい。で <laughs>、ねね、で、まあまあ、チ、チリの、その、ことを研究する、お勉強系の部活にいて、その先生っていうの、顧問の先生っていうのが、すごい鉄道が大好きで、鉄道模型マニアだと。 ほいでそれチリで、その地理でも、その、そういった地形を再現するのに模型みたいなものも作るから、だったら話のために出てみたらどうだみたいことで、一回出たら、それが7位入賞かなんかで去年、だったらもっと上行きたいって言って今年も出るみたいなやつなわけ。ほいで、片やどこだったっけ岩倉高校。岩倉高校の、その、もう、あそこは鉄道学校だからさ、もうて、俺たちから言わせたら、岩倉高校の鉄道研究会って、 もうさ、俺が想像する鉄道模型の、なんつうんだろう、最高峰みたいなもんじゃん。野球でいうところ大阪桐蔭みたいなもんじゃんか。の子が、2年前優勝して優勝を逃したら悔しくて超本気で取り組んでるっていうところと、去年優勝したとこどこだったっけな。麻布だったか、灘高だったか、相当その、学、学力で優秀な子の、 男子たちと競ってるもね。でも、そのど、その男の子の学校、確か岩倉だと思ったけど、岩倉の高校はもう顧問もそれ鉄道すごい好きだし、そのエリートたちだから、確か千葉の銚子電鉄とかああいう感じの、その鉄道通の人が好むような、いわゆる一車両の超ローカル線みたいなのの駅を再現してるんだけど、先生とかがこうかなりか出来上がったそのジオラマを見て、 お前ら実際行ったんだよな、その駅な。そんな風に、あんだけ古い駅の、古い、その、駅の、プラットフォームが、あそこは確かコンクリート製でできてると思うけど、そんなに綺麗かみたいな。もうちょっと老朽化してるんじゃないのかなんつって。あと、枕木もそんなに揃ってたかみたいな話になって、それを忠実にこう、再現したりとか、するわけ。ほいで、片やまたその優勝候補の学校は、そこは、 前の年に優勝した人が、えっ、ー、と、架空の鉄道なんだけど、鉄道ファンなりに思い入れがある感じの、どっかの海岸の鉄道を作ったんだけど、本当はない、ベネツアにももし、そのベネチア、の、水の都のベネツアに鉄道が通ってたら、みたいなことをこう一生懸命こう作っていって、で、おそらくだけど、その、投資家、て 実の,ううのにも多分一言あると思うんですよであそこはこういうところだからこういう材質のこういうものが必要みたいなで優勝した子はお花がすごい綺麗な桜でいっぱいの小田原かなんかの,の小田原城のそばの鉄道の周りがお花が満開っていうのを作ろうとしててであこれは鉄道好きな人にはちょっと発想ねえなと思ったのは最後の仕上げに。 桜満開の中を鉄道が通ってくる。で、でそこの横に小田原城が立ってるっていうやつなんだけど、それに女の子たちは桜のフレグランスをかけ始める。で、そうすると、もう絶対男子の鉄道マニアき気がつかないじゃん。だけど、明らかにいいアイデアじゃん。その花満開のところが。ほいで、もう一、にこう女子校も入ってんだやっぱ女子校は全然その発想が全然違ってて、 なんかメルヘンの世界の中を鉄道が通ってるみたいに作っていくるのね。で、おそらくここを付き合ったら絶対うまくいかないと思うんだよね。<laughs> 同じ趣味がゆえに絶対うまくいかないと思うんだよね。だってさ、その、桜の花の香りとか、そのメルヘンな世界をみたいなことでも、多分譲れないと思うんだよね。そのすごい鉄道好きな、あのー、鉄道エリートから派生してる、 鉄道模型マニアからしてみたら、こういう地盤のところに、この手の材質の橋脚はありえないみたいな多分話になると思うし、あの、こことここに車両が、こんな近距離に車両があるのに、ここ完全に単線だったらどうやってすれ違うのみたいな、その、どういうダイヤがここは組まれてるのっていう話に絶対な、なったりとかするし、その、レールから、 何メートルのところにこういうものがあるのは鉄道法的にダメだからねっていう話に絶対になると思うんだよね。なん <laughs> かそれ見ながらあなんかいいもん見せてもらったなってちょっと思いながらあのー、僕の持論は同じ趣味の人とは付き合わない方がいいっていう考え方だから同じ趣味の人は絶対ライバル関係になるしそれなりに思い入れの譲れないものがあるから全然そういうのはしない方がいいんじゃねえかっていうのを思うね。で その3人組の女の子で作ってるんだけど1人の子が小田原城を作ろうって言い出してで、もう1人あ1人の子が小田原城を作ろうって言って、もう1人の子が花を満開にしようって言ってで、えー、っと、小田原城を作ろうって言った子がフレグランスで花の香りをさせようって言うの、ね。で、この2人が割と可愛いい系の子なの。で、もう1人いる。 お母ちゃんっていうか、高校の頃必ずいたんやお母ちゃんっていう感じの女の子が1人いるんだけどこの子は化学部かなんかを兼ねてて桜の花をより綺麗なピンク色にするには尿素を配合するといいっていうことを <laughs> 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 思いついたってやつでだから三味一体ですっごい綺麗なジオラマできててなんかお前ら青春の匂いしかしねえなと思ってちょっとすぐに渡辺にメール打っちゃって、ね、<laughs> 今度うち来た時見ろ見ろって。 の時にハっていうの僕は「宮北エロ本でも宮北のしかないのかよ」って開けたらあれ引き出しの奥に一冊を凝ってるみたいなやつが二年前のだけど新鮮「新鮮新鮮!」絶対さその趣味が同じ人同士はそのこだわりのある部分でぶつかるから。 まあ最後のとこで喧嘩するんだら仲良くなんねえんだろうなって今話したじゃん。そのやくすや、や、先にさ、CM の間さ、構成の渡辺くんがさ、あの、ベニス、ベネチアは入り口のとこまで鉄道通ってますからっつって、俺がちょっとベニスは架空の鉄道なんじゃねえかなって思ったの。俺ベニス行った時に、その運河の横に鉄道が通ってるイメージがなかったから、だからきっとあれはあの子たちのアイデアで作ったんじゃねえかなみたいなことをちょっと言ったら、 しかも別にはっきりそういったわけないじゃん。架空の鉄道ってわけでもないじゃん。なのかなぐらいに言ったらも変わかる。ペニスはちゃんと鉄道が入り口のところに通ってますんで、ペネチアサンタルチアステーションかみたいなことを言い出したから、ああ、殴ればいいんだけどな。こいつをぶん殴ってしまえばいいんだけれどもっていう、今の俺の怒りの等身大でぶん殴っちゃった場合に笑い声に変化が出るからなーっって。ラジオリスナーは敏感だから、あれ右側の奥歯が全部折れてる笑い声だってわかっちゃうから今ぶん殴れねえな、みたいな感じですよ。で、その、 鉄道その模型甲子園みたいなやつはその規定演技のコーナーはなんかそのレール1メートル ×1 メートルに直線のレールが1個あるやつとかあとその90度曲がるカーブのレールがあるやつみたいなのがあってでそこにどんな自由なものをやってもいいっていうことと最終レギュレーションとしてえー、っと絶対 N ゲージだか h ゲージでれちゃったらその N ゲージの貨車を置いて走らした時にちゃんと通電してちゃんとそれがスムースに曲がらないとダメみたいなあのレギュレーションみたいなのがあってでなんかその全部こう終わった後に一列に全部つなげてでその全ての学校の街を電車がこう走っていくっていうのがいわゆるフィナーレっていうかもうその一番のでかい盛り上がりらしいんだけど 俺さ、童貞時代にだよ。童貞時代にしかもさ、割とこう鉄道研究部とかでさ、一生懸命男子校でさ、ちま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 同じ趣味のやつと青春をやっててだよ。女子校のレールと繋がっちゃったらどうする <laughs> 女子校のレールとつ、繋 <laughs> がっちゃうんだよ。 大、N ゲージって大体ポコチンの大きさなんでしょあれ。ポコチンの大きさで作ってるわけでしょあれ。大体その絵の博士の、絵の博士の大体ポコチンがこんなぐらいだからって言うんで、確か作って、その絵の博士、中島さん元年の。あれ大体車両のさ、大きさって太さどれぐらい太さって。 えーとレール幅が 9mm だから9ゲージで N ゲージだよね知ってんだよそれぐらいは <laughs> ってことはああちょっとチンポん細いんだな博士 <laughs> <laughs>、ね、もう俺つながってったら夜おぎおぎして行ったり来たりしちゃうな俺,俺多分ね <laughs> <laughs> ああつながってたらなあなつって <laughs> 絶対そうなるわーなんかねちょっとねいいもんいいもん見させてもらいました 今また CM の間に AD の金子君がネットパーって調べてでこれに関するその。 鉄道模型コンクールに関する、えー、関連記事みたいのを調べてくれたんだけど、えー、っと、第5回全国高等学校鉄道模型選手権が、えー、っと、俺がニュースで見たのはついこの間なんだけど、やったのは8月の23、24っぽいね、この記事によるとね。で、えー、ちょっといいなと思ったのは、えー、っと、優勝した学校は、 うーんとチリ部のチリ部の子で、えー、横浜富士見丘富士見丘学園、えー、中等教育学校かな。ね、でさらにもう1個優秀なとこがあって優秀賞に選ばれた2校のうち1校は白梅学園っていうところのこれ何て言うかな 青春中高一貫部かなんか、ちょっと難しい読み方違ったらごめんなさい。で、えー、っと、ここでは、ここは優秀賞に選ばれた上に女子が、えーと、さらに一条レイアウト部門っていうでっかいやつでは最優秀賞も取ってるの、ね、で短い記事なんだけど、いいなって思ったところが、この白梅学園はモジュール部門で展示した賞、 その作品が「お菓子の国」をモチーフにしましたって書いてあるのね <laughs> で、えー、それとその続きのその文字で、うん、一方一方昨年ね 熱帯雨林をモチーフにした作品で最優秀賞を獲得した良高校は、えー、今年は優秀賞で、港町の広場っていうことなので、<laughs> この落差が面白くて、お菓子の国と <laughs>、良高のこの真面目な感じと、が戦ってるのがちょっといいなと思って。えー、でもね、<laughs> ファックスでペンネームペッタンコブ王子さんもニュース見てたらしくて、そこに出てた女の子がすげー可愛かったっていう、そう、なんかね、ちょっと、 すごく色白で、こう、ちょっと見、綺麗なロシアの人ってこんな感じじゃんみたいな感じの子だったって。だから同じ子。で、もう一人の子も可愛くて、もう一人のお母ちゃんみたい子が、あの、尿素 <laughs>、ね、<laughs> 尿素を持ってきたくだりもちゃんと見てた。この人も見てたみたいで。なんかね、ちょっといいなと思って、見ちゃいましたね。だからああいう子たちが、そのまま成長して、AKB だったら AKB の端っこの方にいて、 その鉄道大好きですって言ってくれると。だってさ、この冠があるわけじゃん。履歴書の中に。その今までの、そのプロフィールの中に、第何回鉄道模型コンクールモジュール部門最優秀賞って書いてあったら、お前わかんねえけど、金脈探しでそこにたどり着いたわけじゃないっていうのは絶対わかるわけだから、相当な、俺の中ではかなりの逸材ですからね。あの、少なくとも、すぐに彼女が芸能界入りすれば、 タモリクラブに間違いなく一枠あるっていうのは、もうね、保証されてますんで、ホリプラすぐに行った方がいいのと、ただ鉄道企画が3ヶ月に1回ぐらいだから、それでどうなのっていうところはちょっとありますけど。<laughs> 12月に入ったらこの話しようって思って10月の終わり頃からずっとメモってたんだけどこれだけ寝かしちゃうと果たしてどう,どうしたもんかなっていうでそれも別にこうすげえ爆笑する話じゃなくてあの NHK 教育でやってる「100分で名著」っていう番組でその。 アラビアンナイトを、えー、紐解いてみるみたいな。そういうのを、まあ、10月ぐらいに撮って。で、オンエアがやっと終わったら11月いっぱいのオンエアだったんで。で、まあ、オンエア終わるまではっていうんで、ちょっと温めてるうちに、あの、腐っちゃったかな腐っちゃってないのかなみたいな。だから、もともと別に爆笑する話じゃなくて。で、そのアラビアンナイトっていうのは、その、すごいたくさん細かい、面倒くせえのこれの話は前もしたと思うんですけど、 なんか、王様がいて、その王様が寝る前に、超面白い話するっていう、その女の人がいて、で、その女の人が、えー、こんな話があってね、なんつって。で、途中で、今夜のとこは、ここまで、なんつって。ね、で、えー、っと、その女の妹が横にいるんだけど、超面白かった、超面白かったって言うと、その女が、明日もっと面白くなるけどね、的な、<laughs> そういうので、こう、どんどん引っ張っていく。 で、千夜一夜物語とか千一夜物語とかいうそれが千一夜どーっと続いてくみたいないろんな話があってでそれ変わってるさなんつうの、えー、世にも奇妙な物語のタモリ的な人がその女の人で毎回その CM ですなんて言いながらどんどん続いて <laughs> 話続けていって王様に殺されないで済むみたいな。 一夜を共にした女性を殺しちゃう王様だからその話で引っ張っとかないとただやっちゃうと殺されちゃうからあのー、命がけで面白い話する人の話でその中の話にその専門の先生に教わった話になんかこう旅をしてたら真鍮でできた、まあ、ダイジェストでその聞いてるからさそれがどれぐらい正しいのか知らないけど真鍮でできた お城がある村みたたいなところにたどり着くんだって。で、そこの人はみんなすごい親切でニコ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 してるんだけどみんな片方の目を怪我してるっていう、ね、でそのことは教えてくれないですごいいい人なんだけどその片方の目のことに関してはあまあまあまあ、まあまあ、っていう感じだけど気になるじゃん。でまあ、どこでその 今日はここまでっていうのか知らないけどあのー、すごい親切でこうやっていろいろその旅の疲れを癒してくれてほいでいろんなことも聞かせてくれてほいで旅人の自分にもめちゃめちゃ優しいんだけどすいませんそのみんな全員が片目を怪我してるのはどうしてなんですかなん,て言 <laughs>、ね、なんつったら「<laughs> ねなんつった。<laughs> もう、アンド・ロイドは逆に面白いですね、最近、みたいな。<laughs> <laughs> もうその感じの、あ、はい。王様、そろそろ夜が明けてきましたんで、今日はここまで、みたいな。うわ、長金なんじゃん、それ、みたいな。で、次の日、その続きみたいな話してくれ。したら、なんかその、えー、一人の人はどうしても知りたいんだったら教えてあげます。で、具体的には言えないですけど、 ここにあの、羊の皮、丸ごと一等分の羊の皮がありますから、この羊の皮を被って表をうろうろするとわかります。え、どういうことだこれ羊の皮、例えばすっぽり被ってうろ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 してれば、なぜこういうことに我々全員なってしまってるのかっていうことはわかりますんでなんつって。あれ夜が明けてきちゃった。 「王様, <laughs> 様すいません」「王様すいません」「また妹が横」とか「このあと超面白いやつでしょこれ」「このあとあれだよね超面白いやつよね」みたいな感じだから「何それ」ってなるじゃんほいで「羊の皮をかぶってなん,だなんでこれわかるっていうの?」って言ったら「羊の皮をかぶって歩いてたらそのどっからともなく巨大な鳥が飛んできて自分を羊だと思ってわしづかみにして。 遠それでその飛んでった先にはすごい綺麗なお姉ちゃんがいっぱいいる上にいろんなドアがあるもう一面もう至る所にドアが立ってるその場所みたいなところに行ってでお姉さん超綺麗ででそのどこのドアに入ってくれても構いませんけど最後の1個のドアだけ絶対入んないです。 絶対そのどのドア入ってもらってもいいけど最後にあ,もうあれだけは絶対絶対ですって言う,言うんだってテレビジョッキーの本番中に <laughs> <laughs> 絶対上島さんが上島上島さんがもう絶対って言うんだって <laughs> んでなんか一個1個入ったらそこはもうありとあらゆる世界中の花が咲いてたりとか。 もう一個入ったらありとあらゆる美味しいもんがあったりとかしてて、もう毎日一個入っちゃ出てきて、一個入っちゃ出てきて、超面白いんだって、もうそれは楽しくてしょうがないんだって。で、そうしてるうちに、やっぱりあの、絶対入っちゃいけない最後のやつって、相当面白いんじゃねえかと思って。で、まあ、その、この途中何回寝かされたか知んないよ。この途中王様何回寝かされたか細かいこと知んないけど、その、そのドアに入ったら、そこには、 とてつもない大きさの真っ黒な馬がいて、見事な馬がいて、なんだよ、この馬と思って、近づいたら、尻尾でバチーンと、片目を思いっきり打たれて、そういうことだったのかって思った話な 何のこっちゃっていうか。<laughs> いや、だけどね、この時に何を思ったことを伝えたかったかっていうと、あのー、この話、つまんないかって言われると、そうでもないんだよね。あの、つまんなくはないんだよね。結構次々聞きたかったし、次々俺その先生に話されてる時え、それでそれでって思ったし、なんかわかんないけど、口頭向けで得体知れないんだけど、全然その、 次が聞きたくて、次が聞きたくてってなって。で、最終的に、あの、そういう理由でみんな片目を怪我してるっていう状況なんだって分かった時の気持ち悪さっていうか、全員この工程をやってんのって、その村中の人たちが全員この工程をやってって。でもって言うと、本当に親切だったら、 実践しなくてよくないっていう、この話を、そういうことだからって言えばいいことだけど、なぜこいつらは喋らないのかとか、なんてうの、あと、心中の城がなんでなのかも全然わからないし、<laughs> その、細かい伏線も回収されてなければ、落ちも弱いっていうかなんかわ,わけわからないじゃん。ね。だけど、それって、落ちがなきゃいけないの。 あの、俺ら何か常識の中で伏線は回収しなきゃいけないし、その、オチはなきゃいけない。面白い話の定義は何ですかっていう中のところに、面白い話の定義は面白ければいいじゃん。面白い話の定義は、ただ面白いってことだけなのに、どうして面白かったかみたいなことを人に言わなきゃいけないとか、もは、どうして面白かったのかを自分に納得させなきゃいけないから、 だから伏線が回収されていたりとかその落ちのとこでとてつもなく、こうふに落ちたり意外だったりなんかがね落ちたって思ったりみたいなことがいい話とか面白い話の定義だと思ってる節がある、だって間違いなくその話俺、面白かったんだよね。その 聞いてるときに。だけど今言われてみんな何それって、何それって思うじゃん。何それって終わっちゃう話は、基本面白くない話、じゃん。面白くない話ってことになってるって。これはだから、だからこそ1ヶ月、そのオンエアのこともあるけど、1ヶ月寝かせ続けた話はどういう時にしていいかわからなくて。<laughs> だって、それ俺もおそらく面白くないって思われるだろうなっていうので、お、お、ん。 てか説明しきれないだろうなって思って,て今日みたいにそんなにテンションが上がってなくてそれほどこう絶対的に喋りたいって話もない日にしゃべるべきだと思っててでそれがちょうどそのまあ解禁っちゃ解禁の時になったんで喋ってみたんだけどうまく伝わりますかね。なんか俺の中で得てしてよくできててすごく納得がいった小さい時聞いてた話みたいなやつって意外にもう分析も簡単にできるし。 今思い出しても、割とその、こう、ダイジェストでも話せるし、なんかその、普通の話だよね。普通の、うーんと、5点満点で4とか4プラスの話じゃん。でも5点満点で6の話ってったじゃん。子供の頃になんだかわかんないけど、もっと聞きたい、もっと聞きたいって言った話とかって、もうなんかね、俺あの、昔話とかをさ、親にしてもらったりとかさ、 オチ、えー、までちゃんと話してほしかったかっていうとそうでもなくて俺もうそのカチカチ山の。 あの、それはばあさんのお尻の肉だよっていうとこだけ聞きたい。あの、その時の、うおーほほーわってなるとこだけ聞きたいから、もう前後とか、はしょっと、もう眠いし、眠いから、その、わかんない、知ってんだよ、もう、あれは狸なんだってうのも知ってっから、その途中の工程とか、あとわかんないけど、カチカチ系のもうなんか、それはぼ、ここが、ボーボー谷だからだよ、みたいな、もうそんなどうでもよくて、なんか、俺の好きなところは、あれは、G お前が食ってるのはばあさんのケツの肉だよじいさんに言っれてブボブボロボロっていうところのあの感じのなんだろうねしかもうちのおふくろのするカチカチ山はじいさんがかなりうまいっていうんだよねもうしつこいうぐらいうちのおふくろアレンジはそのばあさんに化けたたぬきが。 その、きをき汁にしたからねって言った後の、き汁はうまいなーなんていうのを、今思うとことさら言うんだよね。で、その後に、そんなにうまいかいみたいな。じいさんそんなにうまいかいなんて、またうちの大倉さん喋るの好きな人だったら、じいさんそんなにうまいかいなんて、ああ、美味しいよーなんて。で、したらパッとその、えっ、ー、と、自分が化けてるのを取って、きに戻って、それはババアのケツの肉だよっていうところ。もう超好きで。で、それ、<laughs> その部分だけしか別にで十分だったからなん,なんだろうねあの部分に俺何を感じてたのかはからないけどもなんかその面白い話みたいのの定義でまたこれを悩み始めたりとかすると 毎週今みたいなとんでもないに聞かされることになって、それもどうかと思うじゃん。え、一瞬落ちはみたいな。落ちもなければ、途中が変に引っかかることも置いてかれてる話を、そう毎度、その、週一の一応ラジオトークバラエティみたいにされても困るだろうから、まあ、あの、深く追求はしないものの、それを聞いたとき、時の、俺の、あれなんだろう、俺の中で、 その固まった面白い話のルールみたいなのと違うところに面白いはあるぞみたいに思ったっていうことを、まあ、聞いてる人の中で5人 <laughs> <laughs> 5人ぐらい何か伊集院の言わんとしてることは分からなくもないっていうことがあの分かっていただければまあ本望ですと。ゲスの極み乙女キラー,ボール でまあ、そのアラビアンナイトも現象を読んだわけじゃなくてその研究家の偉い先生みたいのにまあかいつまんでその聞いてるから今のも自分の思うところで保管した話も多いしでその多分そのドアを開けた中にあったものその馬より前にあったものの話とかもおそらくまあ長いっていうかんちょっとこう僕がしたい 話の、お、おしゃべりの完成形みたいのもちょっと近いんだけど、ドア開けたら、中に、実はこういうものがありましてってところから、また違う話始まっちゃったりするのね、その、アラビアンナイトの他の話聞いてると、え、その話って今、な、え、ドア開けた中の話だっけみたいな。そのドアの中にいた人が、 なんか全然自分の子供の頃こういうことがあったんだよって話を始めちゃったりするのがそのアラビアンナイトの醍醐味っていうかそのアラビアンナイトのちょっとこう他の文学と違うところらしいんだけどこれ聞いた話なんで大変聞いた話をまた劇で伝えて申し訳ないですけど自分の手柄の話と申し訳ないですけどなんかそのもともと王様に聞かせてる話だとこれは王様に寝る前に聞かせてる話でしかも。 えっと殺されちゃうかもしれないから次々と面白いこと言わないとダメだっていう設定の人が話してる話な上にもともとすごい昔のもんで原作も誰だかわかんないわけでその原作もそのどうやら途中で「戦一夜物語」っていうふうに、まあ、ヨーロッパでここア,アラビアのものをヨーロッパで発売した時に。 戦一夜物語ってタイトルついてんだから戦一あるはずだと思ってすげえ探してきてくっつけちゃったりしてるからそのただ単にすげえ多いっていう意味で戦一夜物語だったんじゃねえのっていう説も強いのにもうなんかアラビアで面白い話だったらもう全部入れちゃえよみたいな時期もあって今や下手したら戦一も超えてるらしいんだけどねそういう特性からするとねえー、絵本に書いたり 文章にしたりする物語は、気象転結とか、最初に話した話どっか行っちゃってもバレるじゃん。ね。バレるし、もともとこうやって戻ってみたら、ちょ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 、この真鍮の城の話はどうなってんのって確認できちゃうじゃん。でも、こう、言って聞かせる話、お話、おしゃべりの話だと、もう面白き、その時の、もう最終的に、笑ったなとか、 すげえワクワクしたなとか、なんかすごいもん聞いたなとか、うわ、もう3時だとか、この番組で言うと3時だってなったら、それでいいんだろうなっていうか、それがベストなんだろうな。ほいで夜ちょっと寝る寸前に、あれあいつあんなこと言ったらあれどっか行ってんなっていう、それはもう忘れちゃえばいいじゃん。それはもう全然忘れちゃえばよくて、で、よっぽどその途中途中のお話が魅力的じゃなきゃいけないけど、あ、なんかそんななんだな、みたいな。 で、これがなんか俺の中で、あのー、書き起こしてもつまんないじゃんって、ラジオのフリートークを書き起こされるの迷惑っていう話したことあるじゃん。あの感じにもちょっと似てるんだけど。なんか、あと生放送が好きっていう話もちょっと似てるんだけど。なんかね、そんな感じで。 あの多分今追っかけて話したことで3人に減っててももう仕方ないと思ってますけども CM <laughs> あるとこうなります。個人 えー、空の泡の泡コーナーナです脳みそがうっかりしちゃったような話全般にいただいております子どもの頃はさっき言ったみたいな,なんかこう取り留めもないけど好きだった話ってあったけど人にそれが好きなんだとかを伝える時に理屈化するのができなくてで本来は理屈化できない話の中につまんないやつとあとつまんないわけではないけど理屈化できないやつがあるはずなんだけど。 なんか、簡単に理屈ができるやつの方が、まあ、人に話してみたりとかもできるから、リピートするんですげえ覚えてるけど、多分あんだよね。なんだかわかんないけど、その、変に面白かったやつとか、絶対あんだよね。さあ、えーまあ、そんなのも多分空の王の一環だとは思うんですが、えー、今日の一人目はちょっと長め。ペンネーム、柄ルオを。柄の悪そうな名前を。<laughs> 柄の悪そうな名前を、 あのー、つけようと思って柄を割るってつけちゃう人の品のある感じね <laughs> あ,あんまり柄の悪くない感じね突然ですが僕は高校時代にに記憶喪失になったことがあります、うん、僕が通っていた高校はスポーツに熱心な学校でその一環として校内で各クラスから数名ずつの代表を選出して行うトーナメント制の柔道大会がありました 僕は一年生にしてはそこそこ体格も良かったのでその大会に出場することになりました大会は毎年放課後何日かにわたって行われているかなり大きな催しで当日授業が終わり準備をしている時少し緊張していたことを覚えていますしかし気づくと僕はいつの間にか柔道着を着て柔道場の畳の上で倒れていました何が何だかわからずとても混乱したのですが 普段からとても怖い体育教師の元の位置に戻ってレイという言葉を聞いてどうやら試合をやっていたようだそして負けたようだと思いとりあえず挨拶をして自分のクラスの友達がいるところを見つけてそこに近づいていきましたすると友達の長谷川くんが惜しかったね頭大丈夫と話しかけてきましたどういうことか聞くと長谷川くんは 相手の技を変な体勢で耐えていた僕がこらえきれず頭から落ちてびっくりしたけどその後も普通に試合を続けていたということを教えてくれましたこちらは全く記憶にありませんでしたがそのことを何と伝えていいかも分からずとりあえずうん頭は何ともないと返事をして自分の席に戻り どうして自分がここにいるのかなぜもう試合をしているのかなどの記憶を一生懸命たどってみることにしましたするとその日の授業の内容やお昼ご飯等は思い出せたのですが放課後になり柔道着に着替えて柔道場に入ってからさっきまでの記憶が全く思い出せないということに気づきましたしかも 時計を見ると、柔道大会開始の時刻から、うに1時間以上経っています。僕は、長谷川くんに、恐る恐る、まあ、カッなぜかこの時自分が記憶をなくしているということを誰かに言うのはまずいと思っていました。カッ閉じ。恐る恐る、ね今何回戦と聞くと、4回戦だと言われました。今現在に至るまで、 僕が1、2回、1, 2回戦誰かと戦って勝っていないとまいけないんだけど、どう戦ってどう勝ったのかが全く思い出せない。後でトーナメント表などで名前を確認しましたが、全く思い出すことができない。その後何回も思い出すことに挑んでみましたがダメでした。僕が1、2回戦を勝ち抜いた様子は、 何人かのクラスの友達が見ていたので、間違いはないのですが、僕にだけその記憶がないので、何か変な気持ちになりました、うんえー。また、まあ自分で思い当たることはないんだけど、これ以外にも自分が気づいていないけど、他にも何か忘れていることがあるんじゃないかって思うたびに、すごく怖くなる。ね。伊集院さん、これは空のうでしょうか もう、そらのんでしょうかって聞かれたときは、大体漠然とそうですっていうことにしてますけど、まあまあで、だけどさ、大事に至らなくてよかったよね。とんでもないことが起こってる可能性だって、あるじゃん。 俺はのあの、もともとで、今でこそこういう仕事やってますけど、医学の道を、その、まあこ、まあ、正確に言うと、ブラックジャックをかなり熱心に読んだことがあるんです。<laughs> 僕のね,ね。ね、で、そこまではもう完全なその医者になるコースだったんだけど、その後ガキデカも読んだし、ドカベンもかなり読みましたので、あの、ちょっとお医者さんになるっていう、ね、えー、ことは、まあ、できなかったんですけど、なん、なんか、そのさっき、 記憶喪失ってね、こんなことじゃないんだけど、俺、これだけ長くラジオやってると一回ぐらい喋ってるような気もするけど、一度だけ記憶喪失ってかに近いのがあって、一度じゃねえかな。あって、それはね、ストリートファイター2の全国大会が、あの、両国の国技館だったの。で、その時に司会をやってて、すげえ熱戦だったの。 これで最後の決勝の一番最後の試合に、ストリートファイターで多分日本選手で勝ち、日本選手したら勝ちだった気がするんだけど、その一本目の記憶が全然ないんだけど、まあその、すっごい盛り上げてたし、すごい白熱した試合だったから、かなりその一日のそのトーナメントの司会を壇上でやり続けて、三欠気味だったっていう自覚はあるんだけど、なんか途中で、 ん一本先生っていう感じでえー、っと、まあ、ガイルとダルシムみたいなやつがガイルが一本取ったってところに「一本!」みたいなことを実況で入れた時にみんなの盛り上がり方があれちょっと違うなって思ってでもそのやってた子の喜び方もあれ俺が想定してんのと違うなだってあと一本あるのにって思ってたらそれが二本目だったの、ね。 だからもうそれで優勝、全国大会で優勝が決まった時で、その時はもう取り繕って、途中から何とかかんとかつなげて終わったけど、もうそれから、現にその次のそのストリートファイターの催し物の仕事を断った気がするんで。 下手したら丸一年間ぐらいその変な感じ。なんか勝手に誰かに編集された感じ。今を冷静になって思えば、あとその時にとにかく冷静になんなきゃと思うから、あれは酸欠で騒いでたからそうなったんだ。疲労もあったしっていうことになってるけど、実際のとこ未だに納得のいかない下手な編集をされたみたいな、一回戦の、その、日本選手勝ちの一本目のことをほぼ記憶にないまま試合が終わったっていうやつ。 あってまあ、それゲームだから、まあね、命とは関わり合いのないところだけど、まあ、これはちょっとびっくりする記憶喪失とかってさど心のどっかで嘘だろって思ってるね嘘だろって思っちゃう,うそんな都合のいい忘れ方ないじゃんって思っちゃうけど、うん、なった人からすると、まあ、すこういうのあるんだろうね。いやなんか 催眠術とかも似てんだよな。なんか催眠術とかも、なんかこう、なったことないとか、かかったことないと、なんか嘘っぽいんだけど、かかってみると、なんか、かかってみると、思ってたかかってるのとも違うんだよね。で、思ってたかからないのとも違うみたいな。なんか、でも、一回その自分が記憶喪失になった後の、このリアルな、まあ、あのことはあのことでいいとしても、と。だけど、うーん。 日常生活の中でちょいちょいもし怒ってるんだとしたら嫌だなっていうなんかねって思ったらちょっと恐怖でしかない感じとかはちょっと分かりますえー、続いてペンネーム「2時の父」保育園の時親から当時テレビで放映中だったドカベンのアニメ絵本を買ってもらいました絵本といっても薄手のムック本のようなもの閉じ込み付録として山田太郎のお面がついていましたこれあったよね あったけど今考えると山田太郎のお面ってなんて、なんて地味なんだろうっていう感じはするけどね。山田太郎のお面を被ってどうすんのかがもうわからないんだけどね。意外にそうましてアニメの山田って本当に冴えない無口なキャラですからね。えー えー、嬉しくて翌日はその本を持って保育園に行きました。しかし歩いている途中で、その日は保育園で何か行事があるので、家から物を持ってこないようにと言われてたことを思い出しました。慌てた僕は考えた末に、保育園の脇の小道に落ち葉がたくさん積もっているのに目を留め、その中に本を隠すことにしました。その日は一日落ち着かず、帰りの時間になってすぐに本を隠した場所に飛んで行きました。しかし本が見当たりません。 場所を間違えたかなと思い、あちこち探してみましたが、とうとう本は見つかりませんでした。買ってもらったばかりの本をなくしたとは親に言えず、一人で落ち込んでいました。それから、そんなことがあったことも忘れて生活していたのですが、小学校高学年の頃、授業中、突然体から血の気が引き、膝から倒れてしまうような感覚に襲われました。その時、頭の中にドカベンの絵本と、 それをなくした時の情景が浮かんだのです。その後、数ヶ月に一度ぐらいの割合でその感覚はやってきました。授業中や家でぼーっとしていると、ドカベンが頭の中に現れ、その後激しく落ち込むのです。高校生までそれは続きましたが、やがてそれもなく,りくなりました。後でトラウマという言葉や現象を知り、ああ、自分にとってあの感覚がそうだったんだなと思っています。 しかし、トラウマというと、何かとても悲惨な過去を背負っているように思われるので、思われるのに、自分のそれはドカ弁の絵本をなくす。<laughs> <laughs> しかも頭に浮かぶのは山田太郎のお面という、<laughs> どうにも間抜けなもので、今まで人に話したこともありませんでした。もうこれとかさっき言ったアラビアンナイト的なとてもいいやつですね、なんかね。あのー、 なんだろうね、その子供がとっさにその隠す感じもすっげーわかるんだけど。なんか、これでちょっと蘇る何かみたいなんだよね。俺、学校でお楽しみ会があります、つって、ああ、誰かのお別れ会だったような気もするけど、そこにこう持ってく、すげえでっけえ、その空き缶をいっぱいつなげて作った貯金箱の巨大なやつを作って、それがもうテンション上がっちゃって、それを早く学校でみんなに見せたくて、あの、 ランドセルを忘れて、あの学校に行って、うん、はっランドセルを忘れたって気づいた時のことを、今でも今言っててちょっとゾクゾクっとするぐらい、あの、再生できるから、そんななんだろうね、きっとね。なんか、あのー、うん、確かに、人を死んだと,ところを見ましたとか、そういうのじゃ全然ないんだけど、 一大事じゃん。その、そのこと自体は、そのちっちゃな世界の中で一大ドカベンがいないっていう。<laughs> 一心不乱になって落ち葉をこう探してる感じ面白いよね、なんかね。ドカベンを求めて探してる感じと、<laughs> 買ったばかりのドカベンなくした感じとね。<laughs> えー、ラストペンネームリクーパー。ある日、ハードディスクレコーダーに溜め込んでいるテレビ番組を少しでも消化しようと思い。 古い正月番組から、えー、見ていましたしばらく見ているうちに番組に没入してしまったのか自分もその時期の正月に見ている気分になってきました番組も中盤になりとある芸能人が登場したのですがその人は今現在とある問題を起こしてテレビに出ていない人でした ああこの人楽しそうに笑ってるけど、何ヶ月後にはあんなことになっちゃうんだよなぁと考えた瞬間、自分が未来から来た未来人か予言者であるかのような奇妙な気分になりますと。俺はお前の未来を知っていると思ってしまう。この現象は空能でしょうかまあ、やっつけても空能でいいんですけど。<laughs> 俺、これはもうさ、あの、その今使ってるテレビはそのタイムマシーンっていう、過去20日間、3週間ぐらいのテレビを全部撮ってるやつで、 で、そうするとこう夜どうしても暇な時につけてると、ましてね、俺今週本当に途中で仕事なくなったりとか仕事が予定した仕事なくなったりとかして、変に暇だったのね。変に暇だったのと、先週あまりに壮大な旅をしたせいで、またなんかこう行動しようって気にならなくて、家にずっといてで、なんとなく、リアルタイムだったら見る気にならないような番組も一応再生しつつ、 見てたら、そのままずっとその時間軸に沿ってずっなって、何曜日か分からないし、何時かも分かんなくなってちゃって、途中ちょっとパニックって、曜日感覚も全然おかしくなっちゃうし。だと、確かにこの古い昇月番組っても一つキーポイントだと思うのは、愕然とするときあるよね。その人のいなさ、アヤマンジャパンのいなさに、<laughs> 今の現代のアヤマンジャパンのいなさ。 あの特に自分の好きなトンネルズさんの「あの伝わらないものまね」のシリーズの中の安い芸事みたいので「アヤマンジャパン」出てきたんだね「トンネルズさんの皆さんのおかげでしたの」の中の特別企画で伝わらないものまねをこすりすぎてちょっとネタが薄くなってきた時にあれと似た企画で安っぽい芸を見せましょうみたいなのでとあるキャバクラかなんかにいますよみたいので「アヤマンジャパン」出てきて。 その時は、うわ、すげえやついたって思うじゃん。で、その後、すげえ出まくって、いつまで、まあ、多分、ご結婚ご会人みたいなのを気に出られなくなったと思うんだけど、それにしても、何のあた、と方もなくいなくなってる、この感じ。あと、大掃除してて、うわうわって思ったのは、液晶ビューカムって覚えてるもう何年か前、 何年前ぐらいで俺、結婚した当時はもう全盛期で、その後もしばらく全盛期だった。なんかその、いわゆる今までのハンディカムがちょっとカメラの形をしてた、そのテレビカメラの形をしてたのに比べて、なんつーの後ろの位置所がすげえでかくて、両手で持って、ハ、は、イ、い、チーズってカメラを押すみたいないわゆる感じで撮るタイプのビデオカメラ。めちゃめちゃ流行ったよね。一時期、すべてがあれになるんじゃないかってなったけど、 あの光景機種ってある忽然となくなってると思うんだよね。いわゆる、この片手で撮るハンディカムっぽいやつに関しては、形はかなり変わってきたものの、まだ一応あるじゃん。だけど、あの液晶ビューカム型のやつって、猛烈にあったのに、忽然と、この地層から先恐竜いませんみたいな、あの感じの消え方で、 びっくりあと、ひめちゃん。<laughs> とか言わないののひめちゃんあの、ね、何人かいるんだよね。そういう、なんか誰々すごいブームだったけど、見ないよなっていう人っているじゃん。でも、その、誰々すごいブームだったのに、見ないよな芸人として見てるよね。いくら見なくても、みんなで、こう、その、こう、 聞き込みをしていくと、ここで見たとか、あの番組のこういうところに出てたって、まああるもんじゃんか。姫ちゃんの皆さんってすごくないああいうものをちょっと今度コーナーで集めてみたいね。物、うん、でも、人でも、まあ事柄でもいいんだけど、今現在、底値だと <laughs> ね。これは階だな一周してちょっと面白いぞっていうところにある。今俺の中では、 ま、ひめちゃん、アヤマンジャパン、液晶ビューカムっていうところが、おそらく今階段の、その、トップの値段と、その、今の現状の、なさみたいなものの、差の面白さだろうね。で、しかも、近ければ近いほど面白いね。遠いと、それはみんなの記憶からもなくなるでしょう。あと、理由があるとちょっと引いちゃったりするじゃないか。引いちゃう理由があったりとかすると、それは突然とランキングから消えていくと思うんですけども、 今これは必要以上、出ててもおかしくないだろうっていう必要以上に凹んでるやつをみんなで買おうっていうね、買って動向を確かめてみようっていうのはなんかちょっとその短い期間でもコーナー化して追ってみたいなと。まあ空のなんかありましたら、まあ結構ジャンルとしては広いですんでユミマンゴ、番号一 107-8066TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ時から空ののの狩りまでお待ちしております。 ヤフークソブクレーうんうんおあ,、うんまあ、あと三木亮介ロングブレスダイエットだよねなんかお笑いの人だと元々もともと浮き沈みが激しいもんだからあんまこう見っけたっていう感じもしないんだよねでもなんかこう世間が「今静かなブームですよ」みたいなことを言って 取り上げてブーム大きくならなかったなみたいな感じで終わってったりとかああいうもんの中にいいのあるよねあの不謹慎な言い方になるかもしれないけど年末のニュースで今年亡くなった人って報道ステーションとかでバーってやるじゃんその時にああこの人今年だって思う時の感じとかまあわざわざそんな不謹慎なことを言わなくても今年の重大ニュースみたいの,の中にビッ びっくりするぐらい色あせてるやつ。順番がわかんなくなるぐらい。え、これ6月みたいなニュースとかあるもんね。あと、プロ野球選手とかもあるよね。1年だけみたいな。この1年、しかも、新人で1年で、2年目のジンクスからダメとか、じゃなくて、なんでこの1年こんなだったみたいな人とかも、まあ、いますね。まあ、さておきヤフークソブクロですけども、 えー、誰にも相手にされないような質問を思いついた人は知恵袋の手を借りずクソ袋の方に送ってくださいというコーナーです。えー、最初こちら。ラジオネーム山田さん聞いてますか私は中卒で無職、500万円の借金があり、さらに法廷で素人童貞の45歳です。 ここでは、こんなどうしようもない私の質問にも答えてくれると聞きましたが、本当に笑わずに答えてくれますかこれで終わりなの。だからこのもう、質問に対するプレの。だからこれに対して、いや、笑っちゃうに決まってるじゃんって帰ってきたら、もう、質問をしないつもりの。ね。この後に何か質問すんのかなと思って笑わないよって思ってて、もう信用してないから。もう、笑うかどうかをまず答えてくれっていう。ね。 どうせこの時点で笑ってんでしょっていうその疑心暗っきな感じだからそんなに疑うんだったらもういいよっていうねまあこっち側からの回答がある感じのやつですねえー、続いてこちらラジオネームファウルチップがゴム臭いさん国民栄誉賞の選考基準に疑問を感じています 今年は元巨人の長島茂雄さん、日米で活躍した松井秀喜さんに国民栄誉賞が贈られましたが、同じ野球界で言えば、なぜ日本人メジャーリーガーのパイオニアと言われる野茂秀雄さんが選ばれないのでしょうかそもそも、もっと早く選ばれてもいい方がたくさんいると思います。世界中の人々の命を救った野口秀夫さん。漫画界の神様。 手塚治虫さん。万有引力の発見者、チョコボール向井さん。タイムマシンを作った加藤隆さん。送りバントの名手、河井正宏さん。お願いマスカットで輝いていたリオさん。漫画家のユージンさん、リオさん。他にはリオさんなど、枚挙に糸間がありません。皆さんは、どんな AV 女優さんが好きですか <laughs> もうじゃ、リオさんでいいよ。お前、どうせリオさんだろ結果。いろいろ追っかけて、俺らも、なんとか力になりたいから追っかけて、その度小さい声で突っ込んでったからね。万有引力はチョコボール向井さんじゃないよとか、その後にタイムマシンを作った加藤隆さんのところでも、おいおいおい、もう AV 男優の話かよってなった後に、送りバントの名手、河合正弘さんで戻ったのっていう。 もう野球界関連に戻んだってなって。おいでいて,いてで、お願いマスカットで輝いていたリオさん。漫画家の友人さん、あ、ちょっとまたエロい話になっちゃうぞと思って、<laughs> この後何エロい関係くんのかと思ったらもうリオさんをただただ押していくっていう。で、ラストが、もう、国民栄誉賞の話じゃないからね。皆さんはどんな AV 女優さんが好きですかっていう、なん、なんすか頭の方の。 だ、いい調整具合だなと思うまあ一応、ここにねメールをプリントアウトしてるんですけれども頭、全部でこのネタは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行あるんですけどそのうちの6行目、ね、世界中の人々の命を救った野口英世さん、漫画界の神様、手塚治虫さんまで、まあ、ちゃんとしてる、<laughs> ここまでこれ以上ちゃんとされたら長いって言われちゃうとこのギリだね。 この10行中6行ちゃんとしてるっていう。で、最終的に聞きたいことは、どんな AV 女優さんが好きですかっていう質問で、しかも、もう、リオさんって言わないと、角が立つ感じっていう。それがもう、本当に相手にしたくない。これがもし知恵袋だった場合のご迷惑度の高さ。もう、ほん、これクソ袋に最適です、むしろ。じゃ続いてこちら。 ラジオネームダヴィンチさんちょうど3日後に時効を迎える友人にお祝いをしようと思ってケーキを注文しましたいわゆるサプライズですケーキ屋さんで「高弘時効をおめでとう!」と書いてもらうことにしてろうそくは時効の年数と同じで8本にしましたあとは盛大に祝うだけだと思っていたところなんと 時効の一日前に警察が来て、高弘は捕まってしまいました。ずっと隠れていたのに、日本の警察って優秀ですね。刑機は明日受け取り日ですが、今からキャンセルしても大丈夫でしょうか必要なくなったことをどう説明すれば分かってもらえるでしょうかうーん。まぁ、あ、一つ言えることは、もしかしたらだよ。もしかしたらね。 警視総監賞をもらえる可能性がある。<laughs> 自分は何でか分からないかもしれないけれども、<laughs> あの、ケーキ屋さんと一緒に表彰される可能性が、<laughs> あのあ、えー、迷宮入り、ね、しかも時効が成立しかねないような案件において、犯人逮捕に多大なる貢献をした人として、<laughs> ケーキ屋さんとあなたの二人、まあ、複雑な気持ちかもしれないけれども、だから、あのー、喜んだ方がいいかもしれないね。 <laughs> あのー、出所のケーキ、ね、あ、ケーキが終わった時に、<laughs> 今もう高生の渡辺くんをキラキラ光る目で僕見ながら言 <laughs> ケーキが終わる時に出所祝いのケーキを作って、あのー、あ、なんか本線と違うところで嫌なダジャレが入っちゃったせいで何もかも喋りたくないです。<laughs> 何もかも言いたくないです。えー、続いて ラジオネーム、新魔球スランカーさん。私の故郷に伝わる手まり唄について質問させてください。祖母から聞いた手まり唄なんですが、その歌詞が不気味というか意味深なんです。以下、その手まり唄です。まあ 真っ暗峠に明かりが一つお百姓さんが手招きしてる行きはよいよい帰りは怖い真っ暗峠に枯れ首一つ時間は夢を裏切らない夢もまた時間を裏切って ではならないこの「手まり歌の歌詞は何を暗示しているのでしょうかあとこれって松本零士さんに訴えられたりしないですかね訴えられます <laughs> もう確実です確実に訴えられますんで,であとは松本零士さんが「銀河鉄道999」あのシリーズを書く 前の日付の石碑とかが残ってれば逆転勝訴もありえますけどもあのこの部分に関してもかなりあの,あのかなり、えー、こだわってらっしゃるところですからねあとあのこのメールを読んでくださる方も オリジナルの節回しをつけてくださって <laughs> ありがとうございますと。えー、ということで、どうしようもない質問が浮かんじゃった人は、郵便番号 107-8066TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院カルシンの馬鹿ジから、えー、クソ袋のかかりまでお待ちしており、ますいつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。わかったわかった。もう、だから、もう,うんちカード使うのやめっから、引っ込めるから、だから、ケツをしまえケツを <laughs> 思い切った行動に出た怖くてソープランドに行けない俺にお前がくれたアドバイスそれじゃあソープ全体を一つの宇宙として考えてみな分かりづらいったらありゃしないいやーお前のチョークスリーパーのおかげで久しぶりにおばあちゃんに会えたよありがとうありがたくねえよ全然死にかけてんじゃねえかい笑っていいともが終わっちゃうなんてじゃあ俺は 昼何を見ればいいんだよ学校行けばいいんじゃねお前小銭と間違えてそのガム拾おうとしたのもう3度目だぞ <laughs> 今日のお前の祈とすごい赤紫だな <laughs> こりゃ今年の稲は豊作だ <laughs> <laughs> 何年にわたって見てんだよ <laughs> ちょいちょい統計が出ちゃうぐらい ペまあこれ読んだクソ投なげ紳士2人で買った大ダッチワイフでしかもお前の方が1000円多く払ったのに本当に俺が先でいいのだってう <laughs> <laughs>、えーんまだまだ、えー、友達も募集しております 少し面白いえー、ちょっとだけ面白いことを書いてもらうコーナーです、えー、プラズマの王者さんキリーパミパミ <laughs> どうちっちゃい言うを「U」をちっちゃい「U」とかちっちゃい「や」とかちっちゃい字をなくしたやつですキリーパミパミです <laughs> これぐらいがちょっと面白いってことですからね少し面白いペンネムアイスマンさん 明日ももまた見てくれるかないいですと少し多いじゃね。<laughs> えっとペンネームアルデンテ取っ手が取れるティファールじゃないのに <laughs> 壊れた鍋だからねただと <laughs> えー、ペンネームリオリオハイアットいないいないバーの大義語いつまでもいるジジイだって だなペンネームトゥバルクタカトシ替え歌さだまさしかかしの替え歌 <laughs> 元気でいるか街には慣れたかセフレはできたか <laughs> お父さん余計なお世話で <laughs> えー、ペンネームライデン RS チンポデカ太郎に似た人名でさぐりのすけだっ二人ともいないのどうなんもうすげえなペンネーム影けさんかくさんひっぽりと聖人さんもういいでしょ <laughs> 赤と青の変なやついたぞタコみたい口のやつ <laughs> えペンネーム幼虫幼虫 オナチューだった女子がおなもみをしこたま持ってたペン <laughs> ネーム「お湯」「太鼓の達人」で聞くイマジン「<laughs> 太鼓の達人」で生まれて初めて聞くイマジンがいいよね。<laughs> イマジンのさ「太鼓の達人のイマジン」の手数の少なさねそのレベル1のイマジンの。 イマジン、ドン、タンダラ <laughs> ドン。<laughs> かといって、レベルがすげえ高いところで、レベルの高いイマジンを選んだ時の手数の多さね。<laughs> もうすげえ選んだばっかりだ。どん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 っていうので、今のイマジンの頭のところだからね。えー、ラジオネーム、明日からやる。替え歌です。博多の塩の替え歌で。<laughs> 博多の塩の替え歌で、田中らぼボタどう画期的なやつどう餅ないんだよ。思わせるために、大胆に田中のぼボタ持ちの餅をなくしちゃってんだよ。このレベルまでいかないと、もう替え歌が採用されないです。えー、ペンネーム、天丼。ゴンドウ、ゴンドウ。 雨、ゴンドウの類義語で。パンスト、パンスト、平和を考える、パンスト。<laughs> しょっちゅうパンストは被ってんです。たまにパンスト被ってる場合じゃないなっていう日に、平和について考えるんですけど、それ以外、大抵パンスト、パンストで、これ雨の日もですか雨の日もパンスト被ってますからね。そうですね。あとは、ペンネーム。 どんどんビンビンチンチンあどんどんビンビンチンチン堀り切ったまきにんを二つ入れる堀り切ったまきん <laughs> どうですか <laughs> どうですかって言われても困ると思うんですけど堀り切ったまきにんを二つ入れるだけで堀り切ったまきん どうですか <laughs>、ね、僕は少し面白いにはもう過度なぐらい面白いと思いますけどね、えー、続きまして「えー、ペネムルスバン」「我鍋にとじぶたバカ殿に断蜜」<laughs> もう全然違うんですけどね、えー、少し面白いですからあのご気軽にあの送ってくださいお待ちしております えー、結局中途半端に下はパンツ上はシャツっていう形でやってることに今久しぶりに気づいてどんよりした気持ちで今日はお別れですさようなら <laughs>